ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。はい、今日の動画はですね、掘り出ししていきます。でこれは5倍シャッターでセットしていた26ワガクですね。ちょっとだいぶ遅くなっちゃいました。もうでかくなってます。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきます。うわ、すごいことになってる。すっげえ。すごい絵面やば。マジか、どうしよう。あれはない。でけえ、だいぶで大きくなってますね。楽、めっちゃ楽。みんなだいたい3例ぐらいになったんですね。2例後半から3例ぐらいですね。すっげえ、すごいですね。
わやばいな、これ入りきらないっすね。記念すべき60。もういないかな。もういないですね。はい、っていうことですね。ちょうど60匹いました。42の1234567891011121314151617181。はい、すごいですね。だいたい1回目のセットでこのぐらい取れますね。で2回目で40ちょいくらいになりますね。でこれレッド系めっちゃ綺麗なね、赤色の26クワガタが浮かしていきます。はい、楽しみです。で今回思ったことは、やっぱ26クワガタって共食いしないですね。で幼虫同士も多分仲いいですね。っていうのも初例で割り出しても大体1回目は60頭ぐらい取れるんですよ。で今回ちょっと2例だったり3例になってるんですけど60頭いますので、ということはですね、喧嘩してないってことだと思います。はい、わかんないですけど。はい、いやめっちゃ早い、2例3例で割り出すとね、めっちゃ早い作業が。そして見落としがないですね。いや、もしあるかもしれないんで一応こっちまた見てみますね。はい、ということですね。以上になります。はい、ということですね。今回の動画は26クワガタ割り出し行いましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。